ロナルド・レーガン、ロナルド・レーガンの死と国葬について述べる。2004年6月5日に、元アメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンが成去した。アルツハイマー病による、闘病生活を10年近く送っていた。国葬は11日まで7日間続いた。6月7日に、レーガンの棺が霊柩車により搬送され、アメリカ合衆国のカリフォルニア州シミバレーに位置する、 ロナルド・レーガン大統領図書館に安置された。6月9日にアメリカ連邦議会議事堂での遺体の一般公開や国葬式典のためにワシントン DC まで空路移動した。アメリカ連邦議会議事堂のロタンダで34時間の一般公開が実施された後、アメリカ合衆国大統領ジョージダ・ブリュー・ブッシュが国家的にもに服す日に指定した6月11日に、 ワシントン大聖堂で国葬式典が行われた。式典の後、同日にロナルド・レーガン大統領図書館で行われる埋葬式のためにその日のうちにカリフォルニアに再移送された。アメリカ合衆国大統領経験者の国葬は1973年のリンドン・ジョンソン以来31年ぶりとなった。 1994年に亡くなったリチャード・ニクソンは国葬を辞退している。一週間の葬儀期間中に、ナンシー・レーガンを護衛したアメリカ陸軍、少々ガレン・ビー・ジャックマン2004年6月5日に、アメリカ合衆国カリフォルニア州の自宅にて、ロナルド・レーガンはアルツハイマー病に肺炎を併発した後に亡くなった。 没年齢は93歳1020日で死去した時点で最高齢の大統領経験者だった。6月8日にアメリカ合衆国大統領ジョージ・ダブリュー・ブッシュは滞在中のパリで記者会見を開き、アメリカの悲しみの時間です。カズとの偉大なアメリカ人の生涯が終わりましたと述べた。彼はこの2日前に大統領布告を発令し、ホワイトハウスを含めて、 アメリカ全土の公的機関に30日間、アメリカ国旗の半旗を掲げるように命じている。また、6月11日を国家的にもに服ス日に指定した。イギリス女王エリザベス2世、元イギリス首相、マーガレット・サッチャー、旧ソ連最高指導者、ミハイル・ゴルバチョフ、イギリス首相、トニー・ブレア、元カナダ首相、ブライアン・マルルーニー、カナダ首相、ポール・マーティン、 フランス大統領、ジャック・シラクラが早期にレーガンに対する国際的な弔辞を捧げている。レーガンの死後、物期間中に行うのは礼を失するとみなされ、2004年、アメリカ合衆国大統領選挙に向けたキャンペーンは中断された。また、カナダ首相、ポール・マーティン、カナダ野党第一党指導者、スティーブン・ハーパー、カナダ保守党及び新民主党指導者、 ジャック・レイトンは、レーガンの死への配慮を理由として2004年、カナダ総選挙に向けたキャンペーンを中断した。ナンシー・レーガンは、ロナルド・レーガン大統領図書館内に安置された、夫の遺体を収めた棺に額をつける6月7日に、レーガンの遺体は、葬儀場を後にし、車列を形成しながら20マイル毎時で走行する、霊柩車に乗せられ、カリフォルニア州シミバレーに位置するロナルド・レーガン。 大統領図書館へ向かった。レーガンの遺体はアメリカ陸軍を代表する8人の議場兵によって図書館のロビーに安置された。この場所ではレーガンが属していたベルエア長老派協会の元牧師マイケル・ウェイニングが遺族の短い儀式を執り行った。祈りの儀式が終わるとナンシー夫人とレーガン家のメンバーはレーガンの棺に近づき、夫人は棺の上に額をつけた。 家族が去った後に大統領図書館のドアが開き一晩充列をなした。最終的には10万8000人もの一般人が棺を見るために大統領図書館を訪れた。6月9日にレーガンの遺体は大統領図書館を後にし、霊柩車の車列はカリフォルニア州オックスナードのマグー海軍航空基地へ向かった。通常時は エアフォースワンとして機能するボーイング747がワシントン DC に棺を輸送するために到着した。何千人もの人々が飛行機の出発を見送るために集まった。ナンシー夫人は VC-25A 大統領専用機に登場する直前に群衆に向けて手を振った。太平洋標準時で午前9時40分頃に飛行機は飛び立った。 レーガンの棺を乗せた車は、コンスティテューション・アベニューを通過する人が乗っていない馬。レーガンの乗馬ブーツを逆さ向きでぶら下げている、哀悼のよう示すアメリカ、合衆国大統領ジョージ w ・ W ブッシュと、アメリカ合衆国のファーストレディ、ローラ・ブッシュ・レーガンの棺が、メリーランド州のアンドルーズ空軍基地に到着した、時に、首都のイベントが始まった。飛行機を降りた後、霊久車は、 行列を組みながら、早々を行った。バージニア州を通過して首都に入り、アーリントン記念橋を渡り、コンスティテューションアベニューに出た。飛行機がアンドルーズに到着する直前に、レーガンの葬儀に向かっていたケンタッキー州知事、アーニー・フレッチャーが乗った小型機が、ワシントン上空の飛行禁止区域に誤って、侵入したため、首都に集まった回送者の群衆に対して一時的に、 避難が命じられるハプニングが起きたが、葬儀の進行には影響しなかった。ホワイトハウスが見えるザイリプスの近くで、霊柩車は停車した。霊ンの遺体を乗せたケイソンの馬車は、コンスティテューションアベニューを更新しながら、キャピトロヒルへ向かった。群衆はリムジンから降りたナンシー夫人を拍手を含めて、温かく歓迎した。東部標準時で午後6時を少し回った頃に、 レーガンの遺族がリムジンで突き従う総列は45部の旅を開始した。軍部隊はドラムを鳴らして前進しながらケイソンを故障した。軍装ヨークという名の人が乗っていない馬はケイソンの後ろに従い、あぶみ金を逆向きにしてレーガンの乗馬ブーツをぶら下げていた。キャピトロヒル総列がキャピトロヒルに到着すると、霊法を交えて大統領万歳が演奏された。 その後にバンドがリパブリック参加を演奏する間にアメリカ連邦議会議事堂の一段団に棺が搬送された。遺体は議事堂のロタンダにあるリンカーンカタフォルクに安置された。夜の慰霊祭は主に連邦議会のメンバー、連邦最高裁判所のメンバー、外交団らの要人が出席して行われた。連邦会員チャプレンのダニエル・コフリンによって祈りが行われた。 連邦上院仮議長、テッド・スティーブンス、連邦下院議長、デニス・ハスターと、アメリカ合衆国副大統領、リック・チェーニーが弔辞を述べた。弔辞の後に3人の演説者それぞれが棺に花輪を置き、連邦上院チャプレンのバリー・ブラックが祝答を捧げた。ナンシー夫人はチェーニーに付き添われて、棺まで行き、個人にお別れを伝えた。 室内にいる交換もその後の30分間にお別れを済ませた。稀にある例で棺を見ようと外で列を作って並んで待つ一般人のために連邦議会議事堂のドアが開かれた。一般人は聴聞のために長蛇の列を作って待機した。1時間あたり約5000人が棺のそばを通り過ぎ聴聞に訪れた一般人は合わせて104,684人に 上った。その影響もあり、ワシントンメトロの地下鉄はそれまでの28年のシステムの歴史上最も多い1日85万636人の乗客数記録を樹立した。アメリカ合衆国大統領ジョージ・ダブー・ブッシュとアメリカ合衆国のファーストレディ、ローラ・ブッシュは第30回主要国首脳会議を終えてワシントンに戻った後に弔問のためにロタンダを訪れた。 また、イラク暫定政権大統領が辞アワる、旧ソ連最高指導者、ミハイル・ゴルバチョフ、元イギリス首相、マーガレット・サッチャー、元ポーランド共和国大統領レフ、ワレサなど多くの世界の指導者も、同様に、ロタンダを訪れている。レーガンの遺体が安置されている間に、ナンシー夫人とレーガン家のメンバーは、アメリカ合衆国大統領の品格が宿泊する、ブレアハウスに滞在した。 マーガレット・サッチャーは、ブレアハウスの聴聞者方名録に、ツーロニー、ウェルダン、ザウ、グッドフェイスフルサーバントと書き記した。レーガンの棺は6月11日に、ワシントン大聖堂内に搬送された34時間が、過ぎて、遺体の一般公開が終了した。ナンシー夫人は、短時間だけ一人で棺と向かい合った後に、連邦議会議事堂の西海岸下部で待機し、 礼法を合図に、議場兵が棺を議事堂の外に運搬するのを左胸に手を当てて、見送った。棺が霊柩車に入れられた後、車列は国葬式典が行われる5マイル離れたワシントン大聖堂までの旅を開始した。群衆は、葬列の進度沿いに並んで、霊柩車を待ち構えた。中曽根康弘、ミハイル・ゴルバチョフ、ブライアン・マルルーニー。 マーガレット・ザッチャーも式典に参加した、ジョージ・ W ・ブッシュ現大統領夫妻、ジョージ・ H ・ W ・ブッシュとバーバラ・ブッシュ、ジェラルド・フォードとベティ・フォード、ジミー・カーターとロザリン・カーター、ビル・クリントンとヒラリー・クリントンの元大統領、夫妻を含む、約4000人が大聖堂での式典に集まった。議会議員、現職州知事、元州知事も参列した。 165カ国からの外国の要人も参列している。その中には、国際連合事務総長コフィアナン、旧ソ連最高指導者、ミハイル・ゴルバチョフ、元イギリス首相、マーガレット・サッチャー、元カナダ首相、ブライアン・マルルーニー、イギリス皇太子、チャールズ、イギリス首相、トニー・ブレアとその妻のシェディ・ブレア、ドイツ首相、ゲアハルト・シュレーダー、元日本首相、 中曽根康弘、イタリア首相、シルビオベルルスコーニ、ヨルダン国王アブドラニセイ、アフガニスタンイスラム移行政権大統領ハミド、カルザイ、イラク暫定政権大統領ガジアワル、アイルランド大統領メアリー・マッカリースも含まれる。ブレア、シュレーダー、ベルルスコーニ、カルザイ、アブドラ国王、ヤワルは、ジョージア州、 シーアイランドの G8 サミットに出席したが、その後に葬儀にも参列するために、アメリカの滞在を延長することを決めた。カルザイにとって、レーガンの葬儀は一週間にわたるアメリカ訪問の一環、そしてワシントン訪問の始まりであり、その代わりに、アメリカ合衆国西海岸にあるアフガン人コミュニティへの訪問を取りやめた。その一方で、カナダ首相、ポール・マーティン、 フランス大統領、ジャック・シラク、ロシア大統領、ウラジーミル・プーチン、アイルランド首相、バーティア・ハーン、欧州委員会委員長、ロマーノ・プローディ、日本首相、小泉純一郎はサミットには出席したが、アメリカ滞在の期間を延長せず、葬儀に参列しないことを決めた。マッカリースは1984年のレーガンのアイルランド訪問を振り返り、彼は祖先が、 アイルランド人であることを誇りにしていたと話した。レーガンの葬儀はアメリカで行われた葬儀としては、1963年のジョン・カイ・ケネディの葬儀以来の大規模なものとなった。ケネディの娘のキャロラインと彼女の夫のエドウィン・シュロスバーグもレーガンの葬儀に参列した。車列は大聖堂に到着した。レーガンの棺を運搬する者たちは大聖堂の階段で一旦止まり、 ワシントン大聖堂の米国製公開ワシントン教区、主教ジョン・ブライソン・チェーンが開会の祈りを捧げた。その後に、棺が中央通路に搬送され、ナンシー夫人とレーガン家のメンバーが後に従った。ナンシー夫人は、ジョージ・ W ・ブッシュによって席に案内された。ハロロドクシュナーとサンドラ・デ・オコナーが、ユーロジーに先んじて、聖書朗読を行った。それから合唱団は三尾家の、 フェール・イズ・ザ・ヘブン、ブリング・アス、オー・ロード、アンド・アイ・ソー、エーニュー・ヘブンを歌った。続いて、数ヶ月前に、あらかじめ記録されていたマーガレット・サッチャーのスピーチが、大聖堂内のプラズマテレビを通して放送された。スピーチの中でサッチャーは、私たちは偉大な大統領、偉大なアメリカ人、偉大な人物を失いました。私は、親愛なる友人を失いましたと述べた。 サッチャーに続いた元カナダ首相ブライアン・マルルーニーは彼の最愛で不可欠なナンシー、彼の子供、彼の家族、そして彼が非常に深く敬愛するすべてのアメリカ人がいる前で今日才能豊かな指導者であり歴史に残る大統領親切な人物に向けて英雄レボワールを言いますと述べて長辞を終えたその後に話した元大統領 ジョージ・ H ・ W ・ブッシュは、レーガンの人となりを紹介する場面で言葉を詰まらせた。晩年に、暗いガラス越しに、彼を見ました。今、彼は、救い主と対面しています。そして私たちは、彼と、再び会える、素晴らしき日を待ちます。その日には、疲れは、完全に得ており、すっきりした気持ちになり、強く確信を持ち、微笑みが戻っており、 このような別れの悲しみなど永遠に消え去っているのです。合唱団はそれから、リパブリック参加を歌い、ワシントン大司教のセオドアイドガー・マッカー・リックが、マタイの福音書を朗読した。ミズーリ州の元連邦上院議員ジョンダン・フォースが、ユーロジーを述べて、アイルランドのテノール歌手ローナン・タイナンは、ナンシー夫人の、かねての希望で、アベマリア、アメージング・グレースを歌った。 ドナルド・レーガン大統領図書館で行われた追悼式式典の後に棺は大聖堂の外に運搬され棺を乗せた車はカリフォルニア州に戻るためにアンドルーズ空軍基地を目指して群衆が待ち構える経路を通過した家族や親しい友人は VC-25A 大統領専用機に登場した専用機はアンドルーズを出発してから5時間後に カリフォルニア州ベンチュラ軍のベンチュラ軍海軍基地に着陸した。空母、ロナルド・レーガンの船員を含む一般人が専用機の到着を見るために基地に集まった。埋葬される前に夫との別れを惜しむナンシー・レーガンナンシー・レーガンは最後の別れを告げた後に棺から離れたロナルド・レーガンの墓レーガン図書館での埋葬式には ジョージ・シュルツら著名な高官を含めて700人が招待された。ワシントンから飛行機で来たマーガレット・サッチャーはカリフォルニア州知事アーノルド・シュワルツェネッカーの隣に座った。元カリフォルニア州知事のピート・ウィルソンや元ロサンゼルス市長のリチャード・リオー・ダンに J.N.Y. マンやカーク・ダグラス、チャールトン・ヘストン、ミッキー・ルーニー、ドロレス・ホープ、マーブ・グリフィン、トミー・ラ・ソーダ、 ウェイン・ドレツキー、スコット・バイオ、ボー・デレク、トム・セレック、パッド・セイ・ジャック、ウェイン・ニュートン、シナト・ライクからハリウッド俳優や、その他のセレブリティも出席した。レーガンの子女のマイケル・レーガン、パティ・デビス、ロン・レーガンがそれぞれユーロジーを述べた。調辞が終わり、アメリカ空軍のゴールデン・ウエスト・バンドは、ラッフルズファン・ファーレズを4回演奏し、アメリカ陸軍合唱隊は、成常旗を歌った。 棺が墓地に搬送されて台座の上に置かれるときにバグパイプ吹奏者のエリック・リグラーがアメージング・グレースを演奏した。陸軍兵士が長砲を発射し、ビューグル吹きはタップスを演奏した。このときにアメリカ海軍の海 A-18 戦闘機4機はミッシングマンフォーメーションと呼ばれる追悼飛行を実施した。また、1八十一年のロナルド・レーガンの 第一期大統領就任式時に、連邦議会議事堂上部に掲揚された旗は、議場兵によって折りたたまれ、空母、ロナルド・レーガンの司令官、ジェームズ・シモンズが、ナンシー夫人にプレゼントした。旗を受け取ったナンシー・レーガンは棺に寄り添い、手で投げる仕草を数分間繰り返した。彼女は棺に頬を寄せると、突然泣き崩れた。ワシントン・ポストは、一週間にわたる憂鬱な儀式の、 アイダジューストイックであったが、夫の棺を覆っていた旗を手渡された後に彼女は、悲しみに負けたと描写している。彼女は泣きながら、棺にキスをし、あなたを愛してるわと言った。三人の子女は母親を取り囲み、彼女を慰めようとした。ナンシー夫人はその後に折りたたまれた旗を握りしめ、彼女の護衛部隊と一緒に去った。レーガンの子女が別れを告げると、軍楽隊は、 ビクトリア朝の賛美歌、マイ・フェイス・ルックス、アップ・ツー・ジーを演奏し始めた。葬儀出席者は列をなして、棺を通り過ぎる機会を得た。棺は地下のお骨所に収められ、太平洋標準地で、翌12日の午前3時前ぐらいには閉鎖された。馬蹄型のモニュメントの外面には、ロナルド・レーガンの言葉が刻まれている。一週間のイベントの間に、 以下のような楽曲が演奏された。ロナルド・レーガンの国葬は9.11テロ以降にワシントンで開催された初のビッグイベントとなった。これに伴い、アメリカ合衆国国土安全保障省は国葬を国家特別警備イベントに指定した。イベントの大部分が一般公開され、新編を護衛される要人も多数訪れるため、特別な警戒体制が敷かれた。 車列通行のために警官が多くの道路を一時的に通行止めにした。アメリカ合衆国司法長官、ジョン・アシュクロフトは葬儀の前に連邦上院の公聴会においてワシントンに特別な警戒態勢を敷く理由としてアルカイダとの戦いが継続中であることを挙げている。しかしながら DHS は同時にジョージア州シーアイランドで開催される G8 サミットでも 別ンスを処理していた。葬儀期間中にアメリカ合衆国のニュースメディアは、レーガンの大統領任期中に世界がテロリズムの時代の幕開けとなる事件に遭遇したことを取り上げた。スコットランドのロッカビー上空の爆破で189名のアメリカ人の死者を出し、 9.11テロが発生する前のアメリカに対する最悪なテロ行為であったパンアメリカン航空103便爆破事件もこの時代に発生している。ほとんどの主要な報道機関が個人に敬意を表し様々なイベントを複数回放送した。ケーブルチャンネルのシースパンは一週間の葬式の模様を中断なしで放送している。しかしながら テレビ報道が過剰ではないかとの批判もあった。CBS ニュースのアンカー、ダンダザーは、イラクの実態をはじめ、他にもニュースはある。この週末、そのようなニュースは、非常に粗末に取り扱われたと話している。また、ビレッジボイスのリチャード・ゴールド・スタインは、あらゆるジェスチャーが細かく演出されていたと書き、見事なまでに体系化された葬儀を批判した。ワシントン・ポストのコラムニスト、 ハワード・カーツは深刻な不況で減税を実施したり、一般的に歓迎されないグレナダ振興を強行したり、しばしば怠け者や、ただの俳優というふうに評されたりと、大統領人気中のレーガンが、かなりの問題を起こしたことを指摘している。葬儀期間中に、CNN は国を挙げてのも、多くのテレビネットワークによる、ほぼ中断なしのテレビ放映を提供された。 アメリカ国民がイラクやアフガニスタンでアメリカ軍兵士が殺害されたニュースから逃れる小級指揮官としてこれを歓迎しており9 1 1ロ以来絶望的になっていた彼らから良いニュースとして受け止められていると報じている。ありがとうございます。